はい、皆さんこんにちは。今回も練習メニューの紹介ということでしていきましょう。まあ、とりあえずね、練習メニューの紹介という形なんですが、こう少しね、メニューのこととかなんかをこう解説しつつ、まあ、緩くこう雑談なんかをこうしていければいいかなというふうに思います。今こうウォーミングアップでね、最初スタートしていきました。今回もこう4倍速で、進めていければと思います。で、タイトルにもこうある通り、今日はね、一応2000メートルっていうのをね、まあこう目安に、練習してみたので、そうですね、時間で言うと大体40分ぐらいですかね、こう泳いでましたね。そこら辺のこう形なんかをこう参考にしながらやってもらえればこういいんじゃないかなっていうふうに思います。ウォーミングアップね、まあ、大体10分ぐらいというかね、まあ、400の形でやる場合が多いんですけど、まあ、前の動画でもこう言ったみたいに、400っていうのは別にこだわってるわけじゃなくて、まあ、10分ぐらいっていう風にね、目安で泳いでもらえれば、こう、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、10分って言ってるんですけど、こう実際に多分何分ぐらいかなと思ったら、多分、6分ぐらいで泳ぎ終わってました。ちょっとこう早かったなっていうふうに思いますけど、まあ慌てないでね、ゆっくりこう体を動かしながらね、やってもらえればこういいんじゃないかなっていうふうに、思います。で、まあウォーミングアップがこう終わったら、次はね、キックのこう練習に入っていきます。また50メートルをね、こう4本の、1本ずつの個人メドレーの順番ですね。まあ大体そうですね、1分サイクルぐらいですかね。なんかこう、僕とかはこうなんか結構せっかちな性格なんで、まあ、であとはそれで一人で練習してるので、なんかこう待ってられないんですよね。ゆっくり泳ぐ練習でいいんですけど、泳ぎ終わって、あんまりこうなんかじっと待ってられないので、こう泳ぎ終わってすぐ行って、泳ぎ終わってすぐ行ってっていう形でこうやります。まあ大体目安は1分サイクルぐらいに、なるかなっていうふうに思いますね。そんなにこれもまだ慌てないでやってもらっていいと思います。で、今日のこう一番の山場っていうのは、この後のキックのハードの練習なんですけど、50メートルを4本の45秒サイクルで、この後こうチャレンジしてというか、やってみました。まあ、50メートル45秒サイクルっていうのがこう今のところ一番こう速いサイクルですね。現役の時もこう含めてですね、40秒サイクルとかはやったことないですね。で、ただ、まあ、今は正直4本回れるかどうかっていうのが結構ギリギリのところだったりするんですけど、現役の時は一番多かった時はなんか多分100メートルを15本ぐらいやってましたね。100メートル15本を1分30秒サイクルとかで、クロールのキックとかでやったのが一番多かったかなと思います。大学の時の練習ですけどね、さすがにやりすぎじゃないかなっていうふうにも思いました。なんか、まあ、15本1分30秒サイクルで、最初の10本は、サイクル短いんですけど、少しスムースでいって、後半の5本はハードみたいなね、最初からもうハードだよみたいな感じなんですけど、そういう形でやってます。まあ、今日の山場は、この50メートル4回っていうのが、山場でしたね。久しぶりにやって、ちょっと回れるかどうか、こう、際どいところだったんですけど、とりあえず、45秒サイクル回れてよかったなと思います。で、キックの練習の、クロールのキックは特に、こう、なんか太ももを、こう、すごい動かしがちというか、になるんですけど、太ももと太ももをなんか少し擦り合わせるようなこうイメージで、こう足をちょっとこう閉じてやってもらえるのが結構こうポイントというか、コツかなっていうふうに思いますね。太ももの筋肉大きいので、動かし続けると、やっぱ疲れちゃうんですよね。だからそれでなんかこう、1本目とかはいけるけど、2本目3本目は、なんかこう、どんどん泳ぐスピードが落ちていっちゃうみたいになるので、あんまり太ももは動かしすぎないで、なんかまあ、腸腰筋のところが少し疲れてくるというか、はい、太ももの付け根が疲れてくるような、こう、キックの打ち方っていうのができると、すごくね、こう、ずっと姿勢安定しね、打ち続けられると思います。で、体のブレとかも少なくなってきますね。キックの話ちょっと長くなっちゃいましたけどね。今日はこの後フルで、やっていきました。100メートルを6回ですね。最初の2本が、肩甲骨のドリルで、後半の4本は、普通のクロールのフルでっていう、こう形ですね。
で、これもサイクルとか、だいたいそうですね、目安でつけるとしたら1分30とか1分40秒サイクルぐらいで、まあ比較的こうゆっくり、泳ぐようなこうイメージですね。肩甲骨ドリルは特にゆっくりですね。後半の普通のクロールのプルのところとかなんかは、まあ少しね、こうちょっとイメージ、上げ気味というか、1分10秒ぐらいのペースで多分4本、泳いでたかなというふうに思います。クロールのプルでパドルとかはつけてないんですけど、キックとかも動かさないで、ストローク数がちゃんとこう安定してこう泳ぎ続けられるようになれば、泳ぎのこうフォームがね固まってきたかなってい こう確認とかにもなるので、だからキックがあってこうプルがあって、でキックのこう練習はどちらかというと、短いサイクルで、キックもプルもそうですね。キックもプルも短いサイクルで、こう、なるべく泳ぎ続けられる、っていうのが、こう、ポイントですね。そこら辺をこう、なんか、一本のハードでももちろん、こう、いいんですけど、なんかその、一本のハードだけだと、なんかその、フォームの確認にならないというか、なんかこう、パワーがついたかどうかなっていう、こう、確認にしかならないので、できたらやっぱ4本ぐらいの短いサイクルで、泳ぐっていうのはこうできるといいかなっていうふうに思いますね。まあ今日は、プルで4本のショートサイクルはやってないですけどね。とりあえず最初のキックの、部分が45秒サイクルで乗り越えられたので、すごい結構満足してますね。で、この後はクロールの、クロールじゃない、個人メドレーの順番のスイムで25メートル8回、泳いでいきますね。で、ここも、フォームの確認というか、キックの練習があって、プルの練習があって、で、その手と足のタイミングを合わせるのが、ここのスイムの作業みたいな、ところにこうなってきますね。なんか簡単に言うと、キックっていうのは体の姿勢を整える、イメージのこう練習で、で、プルっていうのはもちろんこう進んでスピードを維持するためのこう練習っていうところなんですけど、プルっていうのはなんかこう頑張って書けば頑張って書くほど、やっぱちょっと体のブレをこう生みやすいんですよね。なので、そのブレを、なるべくなくせるようにというか、手と足のタイミングをちゃんとここで落ち着いて合わせて、姿勢をこう保つっていうこうイメージでね、泳いでもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、今日この後は、25メートル8回終わった後は、クロールのスイムで100メートルをこう1本ね、全力で泳いでみました。大体そうですね。ちょっとここは通常のスピードでというか、見てもらいたいかなというふうに思うんですけど、この角度なので、あんまりこう、全然こう見やすいようには映ってないんですけど、100メートルのクロールを1本ね、ハードで、やってますね。多分とりあえずタイムは58秒ぐらいだったかなというふうにこう思います。なんか最近はね、特にクロールのフォームなんかがこう自分の中でも安定してきてる感じはあるかなと思うので、なんかこう、微妙な変化ではあるんですけど、やっぱりちょっとずつ自分の中でもね、こう向上してきてる感じはあるんで、いい形でね、クロールなんかはこう泳げてるかなというふうに思いますね。最初のそうですね、多分50メートル28秒ぐらいとかじゃないですかね、きっと。で、後半は30秒ぐらいとかで、泳いできてるますね。結構こう頑張って泳いでますね。なかなか100メートルこう、定期的にこう練習できてるわけじゃないので、最後はちょっとこうバテバテなところだったと思うんですけど、58秒ぐらいっていうところですかね。で、少しこうゆっくり、休みをこう挟んで、最後は25メートルをこう1本また全力でっていうこう形ですね。最後の25メートルっていうのは、もちろん早い方がいいのはいいんですけど、タイムとかなんかこだわりすぎないで、体が、例えば疲れてたとしても、息が上がってたとしても、しっかり、力をこう出し切れてというか、体を動かし切れて、こう、終われたかなっていうようなこうイメージで、泳いでもらえれば、こう、いいかなと思いますね。多分そうですね、タイム12秒ぐらいだったと思います。たまに、他のコーチにね、タイム測ってもらったりとかするんですけど、やっぱこう、タイム測ってもらうのとか、タイム測ってもらわないの差っていうのはやっぱすごく大きいなって感じますよね。一人でこうやって練習続けてる方とかはやっぱすごく大変というか、自分にこう厳しい
いいなっていうふうにこう思いますよね。で、今日の練習タイトルにもあるように、とりあえず2000メートルっていうところだったんですけど、なんかこう2000メートル行ったかなと思ったら、なんか数えたら最後のイージーのところでギリギリだったので、イージーも合わせて2000メートルということで今日やってみました。それではね、またぜひ参考にしてもらえればと思います。バイバイ。